どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。 今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。いよいよ FOMC を目前に控え、日本では5連休直前と、まあ、高く始まった日経平均も今日はじりっと失速、ナイトに入ると2万9000割り込む展開となっています。そこで今日はイベント直前、日米のチャートを主にナイトセッションとか先物の,の観点から見ています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速5月3日日経22 5オプション考察始めていきます ましょう

けれども、まあ今日はさすがに3兆円は割れてきました。2兆6675億円、スタンダードが1699億円、グロース1450億円となっています。次に恐怖指数ですね。アメリカのビックス16.59、え昨日の昨日とほぼ同時刻16.48ですから、まあここはそんなに変わってませんね。そして日経平均 VI も今日は 今日もですね、はいえっと、株が若干上がったんですけれども、15.81ということでプラス0.40。やはりじりっとちょっとね、天井を意識して、まあ、プットを買っていくような動きがね、ちょっと増えてきたのかなという状況にはなってきています。 はい。えー、それから今日はね、ちょっとオプラボの連休期間についてお知らせです。と言っても大して、えっ、ー、と変更ないんですが、えー、4日だけですね、ちょっとまあ動画もね、すべてお休みをさせていただいて、まあ1日だけね、お休みいただいて、まあちょっと、えー、本気でね、体を動かしてこようかなと、えー、自転車乗ってこようかなと思っておりますので、えっ、ー、と4日ね、はい、ちょっとごめんなさい、動画をお出しすることはできないです。そして3日と5日、これはね、えっ、ー、と、先物、 と、オプションのデリバティブしか動いていないので、えっと、いつものようにチャートの解説動画は出す予定なんですけれども、まあ当たり前ですけどね、先物とオプションの手口はありません。なのでまあまあ <coughs>、チャートの解説をちょっと多めにっていうところと、まあちょっとヘッドラインとか出たらね、お,あのお話ししていこうかなと思っています。で、あとは6日の土曜日21時から、これはいつものように YouTube ライブをします。え、7日メンバーシップ動画もいつもの,いつものように配信をします。ということで、まあちょっとね、4日だけ何もありません。で、あと、 ボイシーの方もえ3日と5日は無料会は配信をします。それからボイシープレミアムの方もまあ、この中でね。1回、えっと配信する予定です。はい。なので、この辺りまあまああの普通4日以外はあの平常通りというところで引き続きね。オプラボのコンテンツお待ちいただければと思っております。はい、あともう一つね。こちら youtube のメンバーシップの話なんですけれども、まああのえっと毎日ね。 毎週日曜日に出している動画、はいもうね、全部で70本以上あって、うん、とかれこれ50時間以上のボリュームになってますが、まあ、こ,うこういったね、リストがあります。えなんちゃら大作戦全てメンバーシップ のね動画で、ご紹介ををししてててていいいいます、はい、ますすはははああこんなな感じででね気になる方はあの動画を一旦停止してちょっと項目見てみてください、はい、で2023年になってもね、あのこんな感じで、あと4月の30日分まだ入ってませんけど、まああの盛りだくさんでやっております。すべて動画見放題になっているので、まあもしね、ゴールデンウィークお時間のある方は、ちょっとメンバーになって、こういった動画を見て、そしてね、自分でトレーディングビューでチャートを作ってみる。まあそういうことをね、ちょっと連休やってみるだけで、 だけでもまあいろいろ見えてくるものがあるかもしれません。ぜひねはいえっ、ー、と仲間に加わっていただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。この動画の概要欄にメンバーシップのリンク貼っておきます。 はい。それでは今日もチャートの考察から行ってみましょう。えー、いつものようにね、日経平均の冷やしです。えー、っと、今日朝方窓を開けてたんですけどね、結局その窓も埋まって、一旦まあ安値、えー、29,083円まで押したんですけど、まあ、そこから70円、70円ほど戻して、29,157円で引けていますが、まあ、残念ながらね、窓も開けず陰線ということで、まあ、三空の形にはなりませんでした。 <laughs> まあこれ現物の足だけ見てると一旦陰線ではあるものの下ヒゲでもあるので、まあ、悩ましいねあの状況にはなってるんですがですが、はい、先物になってくるとこんな形でちょっと様子が変わってきますえっと先物はねこれ、うん、と昨日の <laughs> えと夜の分から、まあ、上がって下がってきてますからね、始まり値の関係で、えーと、現物は上から始まったので、いん大きな、ね、あの陰線になってますけど、こちらは上髭のね、とんぼみたいな、当場みたいな、まあ、そんな状況になってしまっていてで、今のところ21時19分5月2日、ナイトに入って、150、十円ぐらい、160円ですね、下がってきているので、えー、この時間帯で2万8970円と2万9000円割れてきています。なのでで結構、ね、5日線まで距離があるんだよねって 言ってたんですけどもう一気に近づいてきているので、まあ、まだすぐにはね、今日の段階ではよほど暴落しない限り、5MA が下落にはかくんと向かないと思いますが、まあ、5日線を割ってくる展開ですね、2 8914円ですから、まあ、本当に2 8900円を割れるような展開にもし、今日ナイトでなってくると、まあ、ちょっとね、このあたりで天井を一旦つけるというところで、引き続き25日線までの押しめは見ておかないといけない。ただ昨日のチャートででね解説で散々やったよ 中長期のチャートはまだすべて上昇で、まあ、これぐらいでは崩れてこないので一旦 5MA を割ったとしても、まあ、25日戦ぐらいまでのおしめ前回は25日届かずに戻ってきましたから、まあね、日銀みたいなその会合のイベントみたいなものはないですが、まあ、このあと、ね、アップルの決算とか、まあ今日もこのあと うんと、非製造、ISM の非製造業が出てきますし、え明日かなあ、まあ、この後その後ね、あの、FOMC があって、で、アップルの決算があって、雇用統計があってと、まあ、今週は本当に明日からの3、4、5と、えっ、ー、と、まあ、今日含めてね、盛りだくさんになってますから、まあ、ここでね、崩れてくるか、また反発して戻っていくかがもう全く読めない状況にはなってるので、まあ、このあたりでちょっとね、天井だと決めつけるのも早いし、あの、こう、 下が,ね、あの下がってきた時に、えー、すぐに止まるだろうと思って、えー、と買い向かうのも難しいと。まあ、ちょっとイベント睨みながら、さすがにチャートが天井圏をつけてきたなという雰囲気で見ながらね、まあ、なかなかでもちょっとポジション動きづらいなという状況にはなってると思います。そしてこちらは新型マック D 周りですが、うん、とここね、これも先物ですから、一番あの最初、1日ね、これも、えー、と5月のすで、えー、に、えーと もう8日のの足にななってるのかな、はいるか、えーまあ、先物はねそんな状況になってると思いますが、はい、ここが9日ですからね、はい、8日の足になっていて、えーとまあ、ここから3日間、まあ、厳密には4日間5月8日をやるわけですけれども、まあ、あのそれはさておきですね、まあ、あの早い段階で、えー、もう ここね1.0新型 MACD の1.0と新型 MACD の2.0がいずれもえ現時点で2万9000を割れてきた辺りでこれ引転してきてるんですねつまりまあちょっとしかね上昇できてないので要点期間が2日で引転になりかけているで今回はえっと引転になる場合ですね2.0もこの300というよりも上のね MACD の値がえプラス300よりも上で 引転してきてるので、今度はですね、この時の引転はね、えっと、全然300の下だったので、2.0ギリギリ、えっと、下落サインにならなかったんですけど、この時と同じように、今回は300の上で引転してくるとなれば、これ2.0も合わせて下落サインになってくるということで、ちょっとね、この辺りで一旦25日ぐらいまではストーンと下がるような展開も意識しておかないと、うん、いけないかもしれないという状況にはなってきてますね。でえっと、平均足で 見ると、まあ、昨日こちらもご紹介したように123と3つ、えー、上髭陽線の形これ平均足の形が上髭陽線になるときは上昇トレンドが出ているというところなんですが、まあ、今日今のところね28,970円でもギリギリ上髭のあごめんなさい上髭の陽線ですね、はい、上髭陽線の形になっているので、えっと、中期平均足の考え方からはまだ上昇トレンド継続なんですがこれも5日線終わってくるぐらいにもうあと100円ぐらい下がってくる展開になると、えー ここがですね、まあ、ほとんど色がなくなる、こういう状況になるか、もう陰線の形に変わってくるという状況なので、中期からも上昇トレンドが途絶えてしまう、これによって、ですね、もう完全に長期はまだ上昇なんですけど、短期下落になって、中期がトレンドレスになると、またこの2月の、ね、このあたりですね。 はい、全くトレンドが出なかったっていうところと、あと、ここ、ここですね、はい、1週間ぐらい横ばいになりました、28,500円のところで、こことね、また同じような形になってくるので、まあ、少しね、あのこれからイベント、 がありますが、それを乗り越えてもなお。こういう状況になってくると、ちょっとね、またトレンドが出なくなってくる。もしくは、一旦、下をね、押し目を見に行くという形になってくるので、その辺のイメージで、あまりね。ここから上に強気で、強気で、というよりも。あとは、日本の sq もちょっと踏まえながらね。はい、二万九千五百円あたりの sq 値。バトルに本当になるのかどうかっていうのは、少し見ていく必要が出てきたかな、と。ちょっとね、失速感があります。ただし、これは連休前の現場。 物売りに伴うちょっと先物も少し、えー、慎重になってるだけだとしたらまあアメリカの指標によって連休中にね先物でポーンと上に釣り上げられる可能性十分あるのでまあ,あの引き続きね、はい、あの連休でもある程度相場の見れる方は先物の動きはしっかりと追いかけておいた方がえ特に売り方の方はねちょっと安心するとまだまだ怖い形かなという気はしていますそして NT 倍率もちょっとね NT 倍率大作戦やってらっしゃる方にはえ本当に、えっと、恐縮なんですがえっとこれね2回 ショートがえっとこう否定されてですね。はい、えっとショート入れて決済ショート入れて決済。これどっちも先物で売りとか入れてるんでまあ、ほとんどですね。手数料だけ取られて縦値決済みたいなまあ、わずかにちょっとえっと損切り。ほんのわずか出てるぐらいでまあ。結局2回ね。一旦逃げてる形になっています。今日またね。あのえっと。ここで売ったものがなんとかね。 あのショート継続で上から始まった昨日が下になってきたのでやれやれと思ってたら今日ねあの上に行っちゃったっていうことでこんな状況で決済になってますがこれをえっと先物の,のチャートで見るとですねもうこの辺りクジラ幕みたいになってはい昨日またですね NTT、えっと この 5MA クロス上に抜けたのでショート決済したと思ったらまたこれショート入れ直しの今チャートの形になってるんですね先物はだからちょっとこの辺りすごいガチャガチャになってますが NT バイリスで見てもですね日経平均が強いときとトピックスが強いときとかがこれ入れ替わり交互で はい、来てると、株価は上昇してるんですけどね、NT バイはちょっと本当に、えー、と入れ違いで動いてる形なので、これ本当にどっちにトレンドが出るのかも非常に読みづらい形が、あ、これごめんなさい、日経金均先物って書いてますね、違います。ごめんなさい、これ NT バイですね、はい。という状況になっているということですね。はい、で、アメリカの方の金利です。こちらは、えっ、ー、と、今日もほとんど動いていません。き、まあ、昨日ね、動画を撮ってたとき、この辺だったんですけど、えー、相場が開いてからちょっと金利が上がったんですが、今日またプレーで下がってきて、 3.53ですね。 昨日この動画撮ってる同時刻3.49でしたから、まあ、0.04ぐらいは金利がちょっと上がっていて、まあ、じわっとね下値を切り上げてるっちゃ切り上げてるんですけどまあでも誤差の範囲ですね3.5軸にほとんど横ばいで、まあ、1ヶ月来ているので今のところ金利はあまり心配ないのかなというとこですねはい期待インフレ率もほとんど動いていません、はい、なのでまあこのまんまいけば、まあ、FOMC はね予想通り0.25やってくるんじゃないかなと思いますがえ問題はその後のコメント で、まあ、次回以降どういう見通しをねパウエルさんが出してくるのかに、まあ、市場の注目は映っていると思いますが、まあ、その辺りもねちょっとサプライズで株価が上か下どっちかに、えっと、大きく動く可能性もあるので、まあ、この辺りね難しいと思いますそして1つ心配なのはいつも言っているイールドスプレッドですね、はい、こちらマイ、え、ナ、っ、ス、と、1.73ということで相変わらず、えっと、もう 2.0よりも上になってませんこれももう1ヶ月近く、えっと、マイナス2.0を、えー、下回ってます でこれね、数字がちまい、あ、いわゆる絶対値が小さくなればなるほど、え金利と株の、まあ、いわゆるリスクに対してね、差がないっていうことなんですよね。これは、あの、イールドスプレッドっていうのはもうしょっちゅうこの動画でご紹介してますが、アメリカの10年金利と S&P500 の株価収益率との差を見ています。つまり、これがね、開けば開くほど株を買う理由になるんですね。はい、あの今はね、金利が3.5%ぐらいですよね。で、SP500 の PER が今19倍ぐらい。これは、えっと、 予測 EPS から見た PR ですけど、大体19倍ぐらい、でこれねあの、株価収益率っていうのは PR の対数ですから、1分の19するとですね、本、う、当、ん ちょっと待ってくださいね。今、計算してますが、0.052ですね。だから5.2%です、はい。なので、えー、と10年金利3.5%と、S、S&P500 の株価収益率5.2%、えー、これをね3.5から5.2引くと、やっぱそうですね、1.7になりますから、まあ、イールドスプレッド1.73と、だいたい辻褄が合うわけです。まあ、こういう計算をしてるわけですね。だからまあ、普通に10年金利でね、貯金しときゃ、 ああ3.5%とか4%金利がもらえる時代においてですね、S&P500 っていう銘柄を買っても、その期待値は5.2%しかないので、まあ、いわゆるリスクの高い株式を買って、5.2%しか利益がないんだったら、安全なね貯金だったり債券に投資して、3.5%とか4%もらってたらいいじゃない。 だったら株買う必要がないよねということで、イールドスプレッドがね、これ、あの、絶対値が小さくなればなるほど株に魅力がないということですね。つまり言い換えれば株価が高いと、金利に比べて株価が高いということなので、なかなか株価上値、ね、これ以上終えるのかなっていう話をずっとしています。まあ本来はね、とそうですね、えっと、金利が2%ぐらいで、S&P500 がね、PR が20倍だとすると、えっと、 5%ぐらいなんですかねそうですね、1割20ですからね。そうなると、えっと、2%, 2から5%を引くとマイナス3.0ですから、イールドスプレッドがね、やっぱりマイナス3ぐらい、もしくは、まあ、ギリギリ見てもマイナス2.5とかぐらいでないと、まあ、本来はね、株式割高と。なので、ここが数字がね、2とか2.5とか3に上がっていくためには、えっと、S、S&P500 の PR が下がるか、金利が下がるしかないと。 で金利がなかなかね、まあ、じりっと下がってきてますけど、あのまあ、ま,あまだまだねインフレも含めて高止まりして、FRB がまだ、えー、とそれを利上げをせにはならんという状況だとですね、まあ、あれですよね、えー、3.5%ぐらいで、まあ、横ばいなのであれば、これはもう ね、SP500 の PR が下がる。PR が下がるってことは株価が下がるか EPS が上がるしかないのでえ、株価が下がらないのであれば、決算で、えっと、予測 EPS が上がってこないといけないというところで、まあ、今のところでも決算が好調で、この予測 EPS が上がるということと、それから、ね、FRB がこの後もう早々と 利下げをしてくれるだろうという期待値で今株価が高止まりしてこのような1.73みたいなねあんまりここ数年で見ないような数値でも株は高値を追って。 これを、ね、市場は許容してるわけなんですけど、まあ、このあたりのストーリーが崩れてくると、株はどう考えても今、割高ですから、まあ、なかなか、ね、そんなに上がっていけないんじゃないの、金利が下がってこないとねという状況は、継続してるということです、ね、いあとは金利が落ち着いているので、ドル円自体はドルの、うん、とドル高にはな,りな,なってないんですけど、まあ、ちょっとしかなってないんですけどね、まあ、円安の状況がまだ継続ということで。 3月8日につけた直近の終わり高値137円36銭というところを昨日抜けて今日は高値137円75銭水準まであって でちょっと押し返されての21時16分、えー、と円50銭近辺です、ね、まあでもじりっと上がってますから、まあ、このあたりは日経平均の底堅さにつながってるとただ引き続き円安で今触れて137円ミドルまで来たんですけど日経平均がねちょっと,、えー、と高値から少し300円ぐらい下がってきてるというのはさすがにちょっとこれはね、えー、と円安だからってどんどん上がっていけないとさすがにちょっと株価やりすぎたかなというところで連休前の警戒が入って円安 継続も一旦株は少し下げてきてきいいるとと、まあ、こんなな状況かなという感じで、すねでニューヨークダウンの方を見ておくと、これはプレです。えー、21時37分現在。まあ、ちょっと下がってますね。マイナス0.23%。昨日も、えー、と少し下げてきているので、じりじりっと下がってきてますが、言うてもほとんど下がってませんね。まだ全然高値圏です。そしてナスダックを見ると、さらにナスダックの方が強いですね。はい、もう直近の高値、ここね、抜けてきて、一旦上、上髭つけて、えー 下がってきてます。えっ、ー、と昨日が0.1%のマイナスで今日のプレが、えーがえっと21時38分現在でもマイナス0.13%です。ですからまあ、1.5日分ぐらい。でもね。マイナス0.2%しかえっ、ー、と下がってないので、まあ、これほとんど動いてない。下がってないという感じなのでまあ。あ 今日このあとね、あの相場が開いてですけど、まあ別にアメリカは連休も減ったくれもなく、まあ、むしろイベント盛りだくさんの重要なね、月初の週になってますから、まあこのあたりの発表を受けて、ニューヨーク強い状況になれば、まあ当然ね、えー、と先物お休み中に、ポンポンポンと2万9500円ぐらいまでは全然行ってもおかしくないので、まあ引き続きね、アメリカ、今日もまだ崩れてないなというところだけは見ておいた方がいいかなという感じですね。で、ラッセル2000も心配されましたけどね。 FRC ですね、ファースト・リパブリック・バンクの破綻を受けても、まっ、あ、たちょっと上ヒゲを昨日つけちゃってますが、えこれは日足ですからね、先物ではなくて、昨日の足です。ただ、3日連続要線なんですね、ここ FRC の破綻がありましたけど、まあ、しっかりと乗り切って3日要線。25日は超えられてませんが、そして、えっと、ここがね、1720っていうところが、まあ、年初来安値のポイントでもあるので、えまあ、言うほどね、あの、リカバーしてるわけでもない。ちょっと ちょっとまた悪材料出たらすぐにここ割り込むような位置で、まあなんとか耐えてるって感じではありますが、ただ FRC の問題を受けても崩れてないので、まあ小型株がね、ちょっとアラート出してるみたいな状況でもないので、まあ総じてニューヨークしっかりしているまま今日また、えっと相場入っていくのかなという感じですね。 はい、だからやっぱり非製造業ですね ISM のここの数値によって、まあ、株価が、ね、交換できるような材料が出てくると少し、まあ、前回ね製造業も予想よりは良かったですから。 非製造業の方も予想よりもいいという感じだと、急騰するほどの材料はね、もう折り込んでると思いますが、まあ、じりっとね、あの指数上がっていく可能性もあります。そしてもう一つ今日大きくね、ちょっと大きくってほどでもないけど、あの、いい、まあ、株高にとってはいいニュースとしては、えっと EPS ですね、5月2日付、これでもう4月28日に出た200社ぐらいの決算全部、えー、含んだと思いますが、2132円とね、一気に、えー 40円ぐらい上えっと、まあまあね、えっと、今日34円高なんですけど、一気に13.67まで PR が下がって、2132円で14倍までいくと29,848円ですから、もうこれ3万円が射程に入ってきますね。日本株を14倍まで海外勢中心に、 買っていってくれるムード。今は13.75倍なんですよね。だから13.75倍で計算すると29,315円で、まあ今日の高値が300円届かずぐらいですから、まあ大体こんなとこですよね。はい。ということで、まあちょっと EPS が上がってきたことで13.75倍の、まあ、今の日経平均の実力からいけば、まあ29,300円からえっと350円ぐらい、つまり S q 値バトル29,500円の、まあちょっとね、オーバーシュートした戦いも十分検討 できるような EPS に来たとということなので、まあ、ここからさらに決算本格化していきますが、まあ、この水準、なんならね、2200 22円ぐらいまでいけばです、ね、まあ、去年の秋口に期待をしていた未経験の EPS2200 円というところに到達するので、そうなるとね、本当に3万円というところに、まあ、ムードが変わっていくと思います。なので、ちょっと残りの、ね、決算、まだ半分ぐらいありますが、非常に重要な動きになってきたかなと。なののでちょっと、ね、これ毎日見るほどの 表でもないんですけどうちではねちょっと毎日追いかけたいなと思っています はい、ここからはオプションの手口ですね。まずは海外税合算ですが、まあ今日は株価なんとかね、踏ん張ったんですけど、海外税全体で見るとコール売り、まああの少しファーですけれども、まあかなりがっつり、しかもコールの3万円がですね、連日650枚以上売られて、まあ2日で1332枚売ってきたという状況になってます。まあちょっとここはね、はい、大体がアムロさんなんですけどね。はい、ということで、えっとまあまあコールはやっぱりちょっと上がね、29,500よりも上は、うん、この今見えてるオプションの手口的には さすがにちょっとね厳しくなってきたかななという感じなので、連休前に一旦株価、崩れてきていますが、このあたりをね限度と見ている可能性もあると思います。で、一方で、プットの方はね、ちょっと2万9000のプットを234枚、これはえっと一応、買い越しだったものを土点になってきているという形ですが、このあたり、スカスカなので、今、非常にプットは閑散としています。だからなんか、プット買いを積んで,で、下落、急落に備えているほどでもない。上値は重いけど まあ下値も別に追いかけていないということで引き続き海外税全体はですね2万8500円以上2万9500円以下。 ここですねでその中間点の2万9000円のコールが、まあ、これもほとんど、えー、7割型アムロとはいえですね、1814枚も買い越しですから、まあ、一応ね、2万9000円から2万9500円のところを、えー、海外勢は見ているとで、今日のところは一旦ないと、ここをちょっと割り込みつつあるという状況ですが、まあ、それでもね、この辺りでも全然いい形なので、だたいね、2万9000円を前後とした辺りを今見ているのかなという気がしています。 はい、次にゴールドマンですが、ゴールドマンねえ、今日触ってきませんでした。なので特に言うこともございません。はい、見ていただく通り、コールは売り、プットも売り。で、ぶつかってるのが28,250と28,375ぐらいですね。ここ28,375ね、1,000枚近く売って、その上の625という、こう、ちょっとややこしいエリアを1,000枚近く売っていて、もう膨大な数売っているので、まあね、ゴールドマンとしては28,400円ぐらいを今見ているという状況なので、まあ、ここから SQ に向けてですね、 600円の下落も、まあね、ゴールドマンがこのまんま頑張ってポジション下げてくるのであればこの辺りっていうのも、まあ、ちょっと頭の片隅には入れておかないとね。いつも気が付いたら、はいえー、と S q の,、ね、あの前週とか S q 週の月曜日になってガラッとここがストライクになってくるようなことはゴールドマン結構やってくるのでちょっと、ね、要注意かなと思います。 はい、次にアムロです。まあ、さっきね、海外税全体で、ここ650枚ぐらいね、売り越してたんですが、891枚売り乗せしたのがアムロでしたということで、まあまあね、はい、えっと、ここの残高、海外税合算の残高の9割方がアムロのポジションだっていう話ではあるんですが、で、こ、あの、当初はね、コール買いとプット買いで28,500円のこのトライアングルを軸にですね、上、下、 どっちか大きく動いてほしいというポジションだったんですが、まあ連日コールは先週からちょっとね、買いを売り決済して、まあスカスカとまでは言いませんが、まあ、だいぶ減ってきて、しかもですね、ここが、えっとが、単純計算すると500、500で1000の1000、まあ大体1600枚ぐらいの買い越しに対して、こっちね、これとこれだけで2400枚ぐらいの売り越しになっております。2500枚ですね。はい。なので、まあ29000よりも 上ののととところのバランスだけ見るとちょっっ売りが多くなててきてでも2万9000円のコール買いがね2000枚を超えてきてますというところなので2万9000円と3万円のところでまあちょっとね1対1に近いポジションかなという感じでまあ少し上をねやっぱり弱めてきたなという感じです一方下の方はまあポジションがねあの開示されてないだけかもしれずというのはあるんですが ATM のところはがっつり売り越してきてるんですがファーのところはちょっと買い乗せをしているというところですなので 2 8500よりも上。 っていうところで、上は3万円までですけどね、まあ、結構その大きいところ、2万9000円を軸に、えっと、この辺りね、コール買いのプット売りで2万8500円以上もここを入れてきてますから、まあ、2万8500よりも上で、2万9000から、まあそうですね、2万9600円ぐらいまでを見ているっていうのが今のアムロの上ポジションで、逆に下に行かれた場合は2万8500よりも、下に行った場合は今度この手、大量のプット買いが報われてくるので、もし下に行く場合はですね、本当に2万8500円 8000割れるるぐらいの、まあ、急落をお祈りしているとただ全体的なバランスはねやっぱり2万9,000円から2万9,500円ぐらい何、まあ、な,ならもうちょっと上を見ているのかなというところなので少し今ね株価下がってきて一、まあ ね、中途半端なこの辺りに入られるのがあんまりよろしくないので、まあね、アムロとしては上に引き上げる方が楽なのか、下に落とす方が楽なのか、ちょっとね、あの、現時点ではわかりませんが、2万9000近辺でうろうろされるのだけは、ちょっと困ったなという状況になると思います。 はい最後は先物です。今日は日経平均プラスの0.12%、トピックスがマイナス0.12%で、ラージプラスミニ、今日はあまり株価動いてませんが、先物は3060枚の買い越しです。で、トピックスの先物が、えー、764枚の売り越しなので、まあ、合算するとね、2296枚の買い越しという一日になっています。でで個別で見てもあんまりね今日は うんと売り買いいねねそんんななに双方出てないんです、ねまあ、あのガチャガチャやった結果だけなので、枚数を入れてるかもしれませんがね。で、えっとまあ、今日ょうは、ね、ちょっと注目としては、株価、そんなに動いてないか、日経平均はややプラスの状況で、アムロが先物2438枚買い戻してきてるというところですね。まあ、言うほどの枚数でもないしというところで、あんまり気にする必要もないですが、まあ、普段、ね、株価が上がったら先物売ってくるアムロが、まあ、ちょっと違う動きをしてるとで。それ以外はゴールドマンが昨日買った分 今日はちょっとね、売りに回してきたという感じですかね。ここ、ね、連日…えー 上に向けて買い戻していくのかなと思ったら、ちょっとここに買いが止まって売り側に回ってるというところなので、き、まあ、今日ちょっと株価が弱含んでるところと少し関係があるのかどうか分かりませんが、はい、そんなとこですね、それ以外は対して、き、はいえー、昨日の手口と合わせてみても、ですね、まあ、あんまりね、片方向に振ってるところはないので、まあまあ、先物はね、引き続き海外勢で見たら、しっかりと買い越しを継続しているというところだけ見ておけばいいんじゃないかなと思います。 はいということで、いかがだったでしょうか、えー、明日のというか、まあ明日はで、ね、先物しかありませんが、えー、投資天気予報的には、まあ、海外の、うん、FOMC 前ですねで、非製造業の ISM を睨んでなので、まあ、ちょっとどっちに動くか分かりません、株価的にもちょっと天井圏でね、アップアップなところもありつつ、まあ、チャートはまだ中長期は上昇という状況ですから、まあ、引き続きちょっとね、これは曇りで、まあ、動きが出た方についていくっていうところに、また戻ってきたかなという気がしています。はいといととうことで今日 動画も役に立ったぞそしてこのチャンネルを応援してもいいよという方はぜひねチャンネル登録とグッドボタンのポチというのもお願いいたしますまた動画の概要欄にはボイシーとかツイッターの紹介リンクもありますえ気になった方ぜひねこちらの方のフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね